はい、皆様おはこんばんは。どうも、そうすけです。プロ野球スピリッツ2015サムライエージュンサムライ道パート3やっていきたいと思います。でね、なぜかね、前回のパートの2軍に落とされるという面白いことが起きて、まあね、成績は残してたんですよ。かなりいい成績を。うん。でも、まあ、やっぱり能力が低いからかな。まあ、そんなことはさておきね、2軍でも頑張っていきたいと思います。まあ、初めての2軍動画となりますが、まあ、これはこれでね、面白いかなと思うので、またいつも通り3試合ずつ取っていきたいと思います。じゃあね、とりあえずここまでカット。さあ、やっていきましょう。まあ、初めてのね、2軍の試合ということで、ね、まあ、個人的には面白いなと思ってるんですけど、相手がピッチャー、金子千尋ですね。面白い。1点取ってるし、あ、登板がありましたね。やっていきましょう。どうでしょうね、少しでもちょっと成績を収めれば上に上がれるのかな。うん、また面白いことが起きましたね。2軍っていうのはまさかまさかの、考えもしてなかった。うん、でも別になんか、だるとか、うわ、しょうもなとかは全く思わなくてね、なんか面白いなと思ってね。うん、なんか個人的には面白いですね。初めてですね、2軍っていう舞台が。うん、どれぐらい2軍っていうのはやってくれるのか、やられるのか、抑えれるのか、個人的には楽しいですね。ちょっと動画的にはどうかなとは思いますが、まあ、皆さんもね、楽しんでこの2軍戦を見ていただけたらと思います。うん、よし、カットボール。まあ、2軍で金子千尋が投げるって言ったら、やっぱりあれですかね、皆さん見に来る人多くなるんじゃない。でも言いますよね、2軍と1軍じゃものすごくなんかこう、なんていうのかな、こう環境が全く違うみたいな。うん、まあそうなるんでしょうね、きっとね。うん、やっぱりお客さんからもあんまりお金も取れないですしね、辛いとこではあるとは思いますよね。うん、よし、ショート、オッケー。遠藤とかはあれですよね、多分新人さんですよね、きっと。もうヤングジャパンの一人やったかなって思いますね。おっ、で、あれですか、2回目の登板も、2回目の登板っていうか、2イニングまたぎですか。面白いね。うん、まあ、ここで調整っていうことをしていくんでしょうね、2軍っていうのは。うん、でもいつもは見られないね、バッター。まあ、ピッチャーは見ることないかな、見らないバッターを見れるので、それは楽しいかなとは思っております。うん、さあやっていきますよ、チェンジアップ。まあ2軍が相手とはいえね、能力はスピリッツですから、うん、甘いところに行けばそれは打たれるでしょうし、うん、岩崎か、まあ、本来1軍でも活躍していいバッターですよね。ナイスボール。ヘルマンとか特にね、2軍で全然活躍できると思う。あ、じゃあ1軍で活躍全然できると思うんですよね。まあそうですね、そういうこと、中島の加入とかね、ちょっと厄介なことは、ヘルマンにとっては辛いのかなとは思いますけどね。まあ西武の3番1番を打ち、それこそオリックスの3番1番を打ってるバッターでしたからね、急にスタメンを外されるっていうのは辛いでしょうね。それこそ足もあって、うん、バッティングセンスもあってって言ったらいいバッターで、まあ、守備もいいでしょうしね、ぼちぼちは。よし、なかなか面白いね、やっぱり沢村君。ちょっと実況がないしね、味気ない動画だとは思うんですが、うん、まあいいかな。その分ね、こう話してる、僕が話してることがね、直接伝わってくると思うので、まあ、それはそれで良かったんじゃないかなと思いますね。まあ個人的にそのね、リメイク版というか、重野五郎くんとか成宮くん、今2つやってるんですけど、まあ、でもう1個縛りプレイをつけた五郎くんが終わった後にこれをやってるんですけど、まあ、結構好評みたいでね、いろんなコメントをいただいたとかして嬉しいなと思っております。まあどうなんでしょう、漫画のキャラクターを使うっていうのは、まあ、せこい気もしますが、てか何してんねん完全に盗塁じゃなくてあれやと思ったわランナー一塁やと思ってた。まあそれこそ漫画のキャラクターを使ってねやるっていうのはちょっとパクリンじゃなんじゃねみたいなことは多分思われる方もいるとは思いますが、それこそね、いつもは動かない、その漫画の世界でしか動かない人をね、こういうゲームを使って、ね、動かすっていうのを思った以上に楽しいですよ。うん、なんかこう疑似体験とは言いませんけど、やっぱり自分で動かせる、それこそ野球がしたい時にプロスプをやって、あ、野球した感じするなっていう感じをやれる、まあ、そういうものに関してはね、やっぱり楽しいなと思いますね。てか英雄くんめっちゃ酷使されるね。あ、小田くんや、
これはもう完全に、うん、ヤングジャパン、僕の新人のねルーキーだけでペナントレースをしたやつで本当にお世話になりましたね。うん、結構スタメンでもぼちぼち、まあ、出場回数は少なかったですけど結構、うん、使ったかな。うん、足もあるしね、結構長打力もあるし、うん、卒がない選手やったですかね。これからの成長が楽しみですよね、どこまで成長するのか。うん、そうですね、うん、今回は若干それこそルーキーはちょっと影に潜んでるかな皆さんね。それこそ片影隼人と山崎康明ぐらいかな。あとはちょっと高橋光南がちょっと投げて、有村がちょっと投げてぐらいかな。うん、もっと出てきてもいいんじゃないかなと個人的に思うんですが、うん、どうなのかな。まあそろそろね、あの、まあ、6月ですが夏の甲子園も始まってね、それこそいろんな選手がねまたプロに入ってくる、活躍するした選手がね入ってくるでしょうし、毎年ね高校野球は楽しみですよね、そういう面に関しては。うん、てかめっちゃ粘るねよあんた、キャッチャーのくせにね。沢村くん怪我するからそれ以上やめて、今怪我はしないんですが。ナイスボール。いいね。まさか最初からね、あの、3個のイニングを投げるとは思ってなかったんですが、これはこれで面白いですよね。よし、なんとかやりましたね。うん。OK。まあ、早めに1軍に上がりたいですよね、やっぱり。うん。ある程度の能力を身につけてね。一応救援当番ということで。うん。役目を果たしたんじゃないですか。よし。やっぱり早く上がりたいかな。上がれるならね。うん。お、な、人気上がったし。やっぱり落とされるんですね。お、びっくりした。一軍に上がるんかと思った、もうすぐ。それはちゃうみたいですね。よし、じゃあ、また次の試合までカットしたいと思います。さあ、やっていきましょう。今日もオリックス戦ですね。飛ばあるのかな、なんとも言いづらいですが、今回は吉田と八木、まあなかなか面白い組み合わせかなとは思うんですが、お、登板ありましたね、やっていきましょう。2軍の方が登板回数多いのかな、面白いですね。まあ前回ね、前回というかさっきの投球で、まあある程度のバッター見たので、まあ、なかなか三振も取れましたしね、スピリッツ相手やけど、まあ、ぼちぼちの投球はできてるかなと思いますね。さ、ヘルマン3番に打順がついてるんですね。やっぱり3番を打たせたいかな。まあちょっと能力は差が低い、ちょっと低めやからオリックスにさすがに出れないのかな。やっぱりあれですよね、オリックス打線はやっぱり能力が高いですよね。てかヘルマうざいねあんた、おいクイック持ってるのダメね、全然ダメね。よしよしよし、ムービング、よし、ショート、それ抜けるの、マジかよ。今完全に二塁投げようと思ったら、あー、もうあかんわ、これこそもう二軍やよし、まあね、やっぱり面白くないね2軍ねまあいいや、一つ学びましたからね、能力が低すぎると2軍に落とされる、そのチーム編成でこうセットアッパーにしても2軍に落とされるっていうことが分かったのでね、ある程度能力が高くないとダメやなってことは思いましたね今回ね。よし、まあでも内野回抑えてるし、そのうち1軍に上がれるんじゃないかな、とは思っておりますが、さすがにずっと2軍はさすがにねどうかとか思うので、よし、まあ結構タフですね A 順くん、まあタフですけどね、まあ、それこそあの原作の方ではね、俺が投げるみたいなアピールがねすごかったですもんね、高橋片岡監督にね。まあそうですよね、エイジュ君は好き嫌い分かれますよね、主人公なら能力好きすぎるから、あ、じゃあしょぼすぎるから面白くないとか、まあかといってね、あの、ああいう野球に貪欲にやってるから好きだっていう人もいますし、まあどちらかといえばこう好き嫌い分かれる主人公ではありますよね。それこそ五郎君とかね、
まあその総理賞ドカベン出た山田くんとか嫌いな人いないじゃないですか、正直ね。あの主人公が嫌っていう人、それこそワンピースもドラゴンボールとかナルトもにもそうですけど、主人公が嫌いっていうのはないじゃないですか。やっぱりこの人は好きやけど、まあ、もちろん主人公も好きだよっていうのはありますけど、まあそのダイヤのエースはね、それこそエイジュン君好き嫌い分かれるんじゃないかな。まあ分かれないっていう人もいるとは思いますが、僕の周りではね、そういう話をするとあまり好きじゃないっていう人も何人かいるので、まあそうなのかなと思いますね。ナイスプレー。でも冒頭、まあ惜しいね。まあいいんじゃない、そういう時もあってね。まあ面白いなとは思いましたね、それこそね。よし、川端も2軍か、お前ラッキー。もう2軍っていうのは、川端好きですけど、特に応援歌が好き。もうとりあえず応援歌が好き、川端は。何回は3回と2回抑えたから5回も抑えてますね。めっちゃ顔白くね、あんた。しかも名前じゃなくて2軍監督って呼ばれるんやね。はい。よし、じゃあ今回の3試合までカットしたいと思います。さあやっていきましょう。今回もオリックス戦ですね。どうでしょう、登板あるのかな。とりあえず2軍も3連戦ずつであるんですかね、試合は。僕2軍とかあまり見ないでよくわからないですが、よしやっていきましょう。とりあえずね、2アウトランナー1塁からの登板ですね。やっぱり登板数多いですね。これはこれですいいですね。まあそのまあアピールっていうのも大事ですし、まあそういう過程、まあそれやったら最初から2軍でもよかったかなとは思うんですけど、てかね、その何一軍、お前は1軍だって言われてから1週間2週間もせずにね、落とされるって、まあ正直辛いですよね。そのもし本人がプレーしてたら、僕がもしプロ野球選手でね、やっと1軍勝ち取ったって言ったのに、でぼちぼち成績も残したって言ったのに、あの2週間もせずにね、お前2軍に行けって言われたら辛いでしょうね。俺期待されてないのって思いますよね、きっとね。まああとね、その野球には関係ない話なんですが、あのテラフォーマーズっていう漫画があるじゃないですか。あのゴキブリ対こう人間が、あの昆虫とか生き物のこう能力を駆使してやるやつで、まあ人間っていうのはね、頭が発達して運動能力が他の生き物よりも落ちてるっていうことをが言われてたんですよ。でもあの一つだけあの能力が落ちてない、他の生き物よりも能力がすごいものが一つだけ人間には残っているって書いてたんですよ。何だと思います？あのね、すごいなと思ったんですよ。それはね、スローイングだそうです。あの肩から肘にかけてボールを投げる、物を投げるものに人間はどの動物よりも発達、まあ、どの動物とは言いませんけど発達してるらしいです。でね、その人の能力は何やったかな。とりあえず昔大リーグを目指した人で、ストレートとカーブを投げて、そのごっつい石を投げてゴキブリのね、その関節部分に当てて、でそのゴキブリのものを破壊していくっていうんですけど、かっこよくてね、それがねテラフォーマーズ、まあ、もしね、まあ、知ってる方多いと思うんですよ。ものすごく話題になってるし、自社もやるって言われてるしますし、まあでもね、見てほしいなって、あれは見て損はしない作品やなって思いますね、個人的には。テラフォーマーズ、なんかあれは最近で、もっと昔にねワンみたいなものがあったらしいです。それはあの知り合いのね40歳ぐらいの人から教えてもらったんですけど、へーって思ってね。まあ、リメイク版とは言いませんが、新しい新刊らしいです、あれは。もっと昔にテラフォーマーズっていうのがあったらしいです。だからすごいなーと思ってね。でもあのゴキブリの進化の仕方ね、かっこいいなって思いますよね、やっぱりね。でこう人間がワクチンを打ってね、こういろんな人間にあの変身していくあの様、いいですよね。まあ、ちょっと悲しいのはね、こうそのちょっと人間がどんどん死んでいく部分っていうのが辛いところではありますよね、やっぱりね。てか T 岡田普通に2軍の4番やったね、面白いね。っていうのが、やっぱり人間っていう、野球っていうのはやっぱり理にかなったスポーツなんやなって思いますね。負けたし。
よし、今回はこれぐらいかな。うん、何回や、3回、2回、2回と抑えたから、先発ピッチャー並みのね、ことをやりましたが、面白かったですね。うん。どこないの？まだ1軍に行けとは言われないかな、さすがに。俺は見てるぞってな、恐ろしいな。こういうのはあるんやね、2軍でもね。うん。よし、じゃあ今回はこれぐらいで終わりたいと思います。それでね、ソウスケでした。うん。まあ2軍も2軍で面白かったかなとは思います。まあ、ゆっくりね、雑談でもしながら喋れるので楽しいかなと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。また次回も見ていただけたらと思います。それではね、さようなら。